はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。マシナリウム続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回はなんかね、一つはひまわりの油っぽいのを探すが一つだ、まあ、目標の一つなんですけど、どこにあんのっていう話ですね。早速探していきたいと思います。これは何、これなんか説明書きですね。こうするとなんか出てくるって言うんだけど、上にまっすぐつないで出すっていうのかな、なんかわかんないな。あー違うってあーあ、ぬるなところ、あ、蓄音機ね。あ、取られちゃったのか、この人に。またあら、かわいそうに取り返してくれ、来てくれってことかな。なるほど。あーこれは何、じゃあ先に蓄音機を取りに行かなきゃいけないってこと、これ。そういうことだよね。出ないと何、なんか手伝ってあげないよってことじゃな、多分な。これだってどう見ても、あ、ここ回すのよね、ここね。ここはなんか、あー、でもなんかすごいややこしいことだけど。でもこれなんか取れたぞ。全部放題取れたってことなんか使うんだよな。ここでもまた後で使えそうだから、とりあえずここは、あ、でもここで回すのかな。間違えた。待って、これ。あ、どこかの配線からをまっすぐ下ろして上にこう曲げるってことか。下から。でも、まだ無理なんだな、多分な。ここは後だろうな。蓄音機をなんとか持ってこないといけないのか。困ったね。待って、下の、まだなんかいけたな。ここなんかあったりするんじゃないですか、これ。ほら、わかんないけど。こっち、一旦、降りれますか。まだもないな。お、ああなんだこれ。あそこに蓄音機がある。これ。ちょっと待って、この仕組み、面白すぎんだろ、これ。真下にどうしてこの部屋があるのじゃあここで蓄音機どんどん先決か。じゃあこれじゃないか、取れんのこれだよね。まあこれだけじゃ取れないよね、まだね。なんか棒にくっつけなきゃいけないのかな、もしかして。まだわかんない。いや、ちょっと待って。じゃあこっちまでいらっしゃい。これは、うん、取れないの。なんか挟まってるよ。いや、ちょっと待って待って、これは、これこそこれか。え、ダメなの？で、これは？まあ、もっと取れないよね。なんか、普通には取れないのね、要するに。あ、ダメなんだ。バラさないとダメなのかな、これ。道具は必要なのかな。いっぺんこれ取ってみようか。こうか。これだ。待って、こっちを来てください。試しにちょっと。ダメなら次行くね。ね、これ使えるのかな。
待って、こうしてからか。届かないよ、これね、多分ね。待って、今もう一回やろう。なんか、操作ミスで実はやできましたっていうのはちょっときついからね。あ、ダメなんだ。じゃあダメだな。こっち行こうか。こっち行ける。これ合体できないのかな？無理か。なんかまだ必要なんだな、これ。あ、違う、こうするのかな？覗いてからかな？覗いて、あ、こうか。あ、ダメだ。キャッチさせちゃう。なるほど。まだ無理なんだな。ここはいけないんだ。こっちは。よし、じゃあ分かった。ここはいいんだな。いいんだな、ここは。多分ここでのなんか作業はまだね、そう、蓄音機を取んないとね、ダメだ気がするんですよね。次行こう。なんか、アイテムないかな。これは？取れるもないか。取れさらもないですね。こっちはどうなんだろう。こっち行ってみようか。こっちは何だっけな。いまいち覚えてない。行ってみるしかないな。ここなんか取れそうなんだよな。なんか失敬するしかないだろう、ここな。あれ、これかな。取れちゃった。鳥がいるね。違うな。猫はダメなんだよな。この上で行けないかな。これ抜いちゃ、抜いてる？その間に何かできないのかな。上がれ、あ、ここやっぱここ上がるしかないのか。ここに上がれるのは何かヒントなんだよな。これ抜いて探せ。なんだろう。何が隠せるんだ。ここは絶対使わないんだな。なんだろうね。これも。もっと関係ないか。抜いちゃっても動けないんだな。ここになんかあるはずだ。それなんだろう。移動した。どういうこと？あ、向こう行った。どういうこと？あ、また来た。猫ってか、あのペットは何だろう。でもこっち移動したものだな。
起動できないな。しばらくすると来るのかな。ここにいるとき来ないのかな。あ、やっぱそうだ。あれ、これも赤い線がこれ以上移動できないな。なんだろう。え、なんかあるよこれ。パズルだ。矢印がになったよな。あ、どうしちゃった。え、どうしちゃったよ。これは何？どういうこと？こうか。つなげればいいね、多分ね。多分ね、こうだよね。こうして。つなげればいいでしょ、多分。違った、こっち側な。つながらねーす。繋がってんのかな、これ。わかんないや。これはやってもこうだよな。え？繋がればいいんだよな、多分な。はいはいはい。繋がりそうです、繋がんない。全然繋がんないな。こうかな。あれ？違う、まだ終わってない。繋がってるように見えるけど違うのかな。はい、実は見落としがありまして、ですね、実はパズルなんですけども、このね、鳥がね、1個ね、ピース1個持ってっちゃったんですよね、この鳥が。それを私見落としてて、どうしてもね、パズルをね、なんかね、なんかこういくらやっても、ね、解けないんですよ、多分パズルが。で、その一つの原因がこの鳥が持ってるピースね、パズルのピース1個持ってたために足んなかったわけですよね。でね、ちょっとね、オフで、実況なしでやってたら、実は解決しまして、それをこれから説明しますね。これでようやく解決への道が開かれたわけですね。このピースね、これね、
これをうまくはめ込めばいいということでございます。でね、この矢印の指定がね、どうも肝でございまして、ここね、このこういう直角と直線、これをこのここ多分、ね、これ合わせなきゃね、多分いけないと思うんですよ、こうやって。でこれに合わせたパズルを解かないといけないので、それ合わせてやっていくんですけど、どうやっていくんだこれまあそこが問題だ。ここで合わせて、まず一回動かしてたか、こうかな、これか、合ってる、これさっきこれ違ったんだよな。あ、これだ、これ合ってる合ってる、これだ。これね、なんかじりじりいってますね。一回消してみようか。ここに電流が通るんですよ、ここにじりじりいってますよね。これが正解なんですよ。これでどうすんだっていう話なんですよね。ここ行っていいのかな、ここ開くのかしら。あ、違うんだ。ここは開けない。ここに電気が通ってるってことは、もう一回するのか。あ、もしかしてさ、あれ、そんな、この動物を感電させるのかな。その動物、多分逃げるでしょ。うん、まあそうなるよね。ただあの動物を取るの、もうそれしかないよね。あれ、でも感電したよ。ビリビリビリ。あ、まあじゃ取れないんだ。じゃあどうするかって。またまたこう、面白いんだから。ここで活躍するのなんだろう。まず何かあったっけ。これ？紐かな。行ってみるか。違うね。ヒントないかな。素手じゃ掴めないってことかな。あ、そっか、ここで止めればいいのか、純粋に。ここでピース取っちゃえばいいんだ。そういうことか、そういうことだ。気絶してる、食べちゃうのか。これをどうすんの、これを。はい、合流はできないよね。合成はできないよね。これをどこに置くんだろうな。ここはまあ何もできないね、まだね。できないね。あれかな、なんかいましたよね、動物がね。あの、先輩のとこ。ここは何もないんだよな。多分ここはもう用がないはず。この人は足台しかない。じゃあ下降りようか。で、このペットみたいなのを捕まえたが、これ依頼あったかな。なんか上げてみるか。何の反応ないね。反応なし。はて。これいじめだな。そんなことはないな。戻るか。ここは？ここはいけないんだ。5時か。え、これ戻んのかな。いや、わかんないな。の戻ってみますけども、あ、いけないんだもん。あらら、あ、先輩さよなら、もう会えないかもしれない。先輩、ドアが開いても
いう陽気にタバコ吸ってましたけどね。多分これじゃない、この中にね、目が光ってたっていうかね、いるんですよ、なんか生き物かなんかが。これかなあ。やっぱそうだ、うん、氷かも。あ、やっぱ出てきた。これで、すごいローボイスになる。すごい音陽気で吹いてるね。もう見れないからね。で、これなんだろうね、この植木鉢が落ちたことによって何かあんのかな、これ。わからんな。ただね、この上ね、行けないんですよね、こういう仕組み。なんかあるよ。あ、いけない。よく行っちゃった。そこはどうあがいても多分上がれないだろうな。ね。関係ないんだな、こっちはな。はい。ということでございまして、今回の動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。さあ、続き、これ、次どうするんだろう。頑張ろう、次も。はい。ということで、また次回もよろしくお願いします。それでは、さよなら。